京セラの日本シリーズ阪神ファン対策にバファローズ内野席を設定。10月28日に京セラドーム大阪で開幕するプロ野球の日本シリーズ阪神オリックスのチケットが26日から一般発売される。10月17日からは先行抽選の受付がスタート。第1、2、6、7戦が行われるオリックスの本拠地京セラドーム大阪での席割りが SNS 上で話題となっている。発売要項では京セラドーム大阪の一塁側右翼側の各指定席にバファローズ S 指定席、バファローズ A 指定席、バファローズ上段内野指定席、バファローズ上段外野指定席、バファローズ下段指定席とそれぞれバファローズと明記、一塁側のみで三塁側は S 指定席などと席種のみで分けられているため、 SNS 上では今年のやつライトスタンド一塁側完全にオリックスファン専用席にしてるの絶対阪神ファン対策やろわらわら、去年までこんなのなかったぞわらわらなどと関西対決での虎党対策との見方が相次いだ。阪神も京セラホーム側で試合することもあるから間違えないためちゃうかな、深い意味はないと思うで。関西の阪神ファンなんてホームビジターの概念すらほぼないやろうからある程度明記せなな。阪神ファンがオリックスファン専用の席座ったらあかんのかどうやって前売りで判断するんや。ええやん、なんもなん。阪神ファンでオリックスのファンクラブも入ってる人多そうだからどこまで意味があるんかな。オリックスファンで阪神のファンクラブに入ってる人は少なそうだけど、これでオリックスファンが思ったより買わないでスカスカとかになったらどうするんや。座面に岡田の写真貼っとけばええやろ。喜んで座ったらオリファン、笑いながら座ったら阪神ファン。今年の京セラは阪神のものやぞ。黄色い服着て応援したらセーフやろ。ご視聴ありがとうございました。